あ、そっか、忘れてた。多分前、ちょっとギリギリ引っ張ったぐらい。あと5秒。朝から晩まで何から何までなんだったも私もちゃんとしないと朝から晩まで何から何までこれから始めるちゃんとしないと。はい、こんばんは。こんばんは。はい、本日も生放送で始まりましたワイズバンクプレゼンツちゃんとしないと。はい、18回目。なんか入ってないでしょ、俺。え？入ってない。入ってない？あ、まあいいや。入ってるでしょ。イヤホンが入ってる。まあいいや。はいはいはい。いいですか？はいはい、どうぞ。もうバタバタがすごいよ。はい。じゃあ今日もひろしと、まさきと、徳ちゃんと直しでお送りしたいと思います。はい。はい。今週もちゃんとしてましたか？はい。まさきのあれでしょ？ヘッドホンが入ってないっていう話なんでしょ？大丈夫ですよ、はい、音は乗ってると思いますんで。でも、あ、はい、オッケー、今直った。おお、来た来た、はい、はい、じゃあ、はいはいはい、これののりちゃんと今日も来てます。4月新年度始まりましたねということで、まあ、ふと自分自身のことを振り返ると一番印象に残ってるのは大学になった時です。広島正樹は新年度で印象に残ってるエピソードありますか？ありますか？ちょうどの18年前、うん、かな、18歳の4月1日に、うん、エイプリルフールの日に俺東京の大学に進学して上京したってこと。上京して一品にね、うんうん、でその貧乏学生したかったから、うん、部屋も見ないで、うん、うちの母ちゃんの友達に選んでもらった部屋に夜の9時頃つ、じゃあもう全然見ないでもその日に行ってその日に行ったってこと。もう2万でって。安いな4畳半風呂なし、うん、で夜9時に着いこの2万の風呂なしのアパートに、うん、あのボルボで降りるっていう、まあ、すごい金持ちのおばさんだったんだけど、ギャップがすごい、ね、今思い出だね。もう今何年前それ。18年前ね。で夜着いたのはいいんだけど、うん、そういえば俺何も持ってきてないっていう、うん、大家さんおばあちゃんが出てきて、うん、なんかいいね、あれ布団あるのみたいな、うん、あ布団も持ってきてないってなって、うん、このこたつの敷布団と上あるさ、うんうん、はいはいはい、じゃあこれ使っていいよって貸してもらって、ね、触れ合いだ ね、聞く気ある？ある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 。そしたら正方形だったからこう足が出るっていう、こう、はい、そういう思い出がありますよ。のりちゃんどうですか、こんなエピソードでよろしかったでしょうか。ということで、まあもう沖縄も半袖の季節でしょうか。見てください、半袖です、はい、暑いねこの 2,3 日、はいはい、ということで、じゃあ早速コーナー行きたいと思います。週刊ちゃんと、はい、このコーナーはラジオまでの1週間の新聞記事に掲載された出来事を、ヒロシャンとマサキがピックアップしてお送りします。ということで時間もないんでいきますよ。はい、一発目、4月3日琉球新報スポーツ面から久々に行きたいと思います。スポーツ、はい、黒田志願120球完封ということで、スタンドからの黒田コールを背に広島の背番号15番は完封のかかった9回のマウンドに向かったと。でリリーフも連戦で投げていたのでと、志願の投球は2アウトから安打にエラーが絡みピンチを背負う。迎えた4番のギャレットを追い込むと再び黒田コール、大歓声の中センターフライに抑えたということで、これどうですか？ちゃんとしてるけえな。広島弁ありがとうございます。いやーね、黒田ね、徳ちゃん、そうですね、やりましたね、完封。何年ぶりって言ったかな、結構7、8年ぶりとか、へえ、男気あるよね。いやー素晴らしいですね。これで黒田も2勝目かな、うんうん、開幕から絶好調ということで、今年はカープも調子、今日も勝ったね、はい、ぜひまた応援に行きたいなと、はい、まあ、さすがにこれは触れとこうということで、はいはい、聞く気ある？あるあるある、うん、興味ないもんな、お前ね、広島にね。すいません。はい、次、はい、4月6日琉球新報経済面、沖縄銀行のペッパーの愛称決まる、
ね、これ、うん、我々がエントリーして、うん、待ちに待ったやつ、どうだったんですかね、結局報告、はい、昨年12月8日に、おきぎんに入行したソフトバンクグループの人型ロボット、ペッパー3台の愛称がこのほど決定したと。応募総数512通入ってますよ、これ、うちの。投票などにより、ゆいまる、おっきい、おきまるに決まったと。3台は現在、本店営業部とローン FP ステーション、ハエバル店、糸満支店でアシスタントとして活躍しているということで、これどうですか？じゃーん！残念！不採用！何だった？ちなみに、我々。我々は、はい、まあ、ちゃんと3台だから、うん、あのゴロっていうか理由もあって、うん、あのホワイト、うん、ブラック、うん、粗挽きペッパーね、ペッパーで胡椒のこう引っ掛けたテーマで、さらにこのなんていうの、試供品じゃない、そうね、頒布品って言って、あの定期作ってくれたお客さんとかに、うん、ありがとうございますって言ってこう胡椒を配る、そうっていう、ちゃんとね、ブラックペッパーとホワイトペッパーと粗挽きを配るっていうストーリーまでつけたのに不採用、うん、ていうか、この3名の名前に全く連携ないからね、これ。そういう形だったんだねっていう。一応、まあ、知り合いに聞いたけど、うん、まあ、なんていうの、これ多分1年後経っても、うん、誰も名前覚えれないでしょっていう。そうだね、まあ、もうほわ、みんな、ゆいまる、おっきい、おきまるって、ちょっとずつ似てるね。なんだ、え、おっきい、おきまるだった、ゆいまるだったみたいなね。まあ、非常に、まあ、残念な結果でしたけど。まあ、また、こういうのがあったら参加したいと思います。はい。ということで、次。4月6日、琉球新報総合面からですね。うん。無許可の民泊施設増、観光多様化那覇は半数超え、住民とトラブルもということで、これは旅館業の許可を取得してない 県内の民泊施設が増加していると。で、個人の空き家、空き室を旅行者と仲介するアメリカのサイト Airbnb に登録する県内の宿泊物件のうち、那覇市内の登録件数は200件を超えるが、2015年3月末現在、那覇市内の旅館業の許可施設は96件にとどまると。で、同サイトへの登録物件の半数以上が旅館業の許可を得てないものと見られるということで、これどうですか？じゃーん！バトゥー！はい。まあ、ちょっとこれはね、僕が今ちょうど、この民泊の、うん、まあ、Airbnb みたいな、うん、まあ、サイトを作って、うん、ただまあ、ちゃんと旅館業許可を取ったもの、うん、で、まあ、安心安全に、まあ、スマートロックっていう鍵を使いながらやる仕組みで、うん、今日もシステム打ち合わせして、うん、まあ、もうちょっとで、うん、出来上がるんですけど、まあ、やっぱり、この4月に、保健所を含めて、うん、もう、まあ、旅館業は簡易宿泊取りなさいと、うん、でも民泊っていうカテゴリーがふわっとしとったから、うん、これはもう簡易宿泊に入りますよと、その代わりその平米数とかこのフロントを設けなさいっていうのは、まあ、ちょっと一歩譲りましょうっていうのを発表したんで、うん、基本的にはもうこれ全部アウトだよっていうのはもう正式に発表したんで、多分それの流れでの記事なんで、まあ、結構ね、いろいろ今盛り上がっているけど、うん、このセミナーとかしてね、うん、いや儲かりますよって言うけど、でもこれは一応違法なんで死ね、うん、みたいな、まあまあ良くない、まあ海外では全然違法じゃなかったりするんだけど、あ、まあ、日本ではなかなかそれは NG ではあるので、うん、やっぱり、ま、きちんと守ってやってる人たちもいるからね、うんうん、まあ、そういう人たちが損をするっていうのはやっぱ良くないと思うんで、うん、まあ、まずは旅館業を取って、まあ、法律も追いついてくると思いますんでね、うん、ということでちょっと紹介したかったんで、まあ、さっき全然興味ないけど、いや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 、でもまあ部屋足りないみたいですね。そうそうそう、全然足りないね。だからそこはもう、まあ、悪ではないからね、うん、まあ、そこはまあ法律と調整してやっていただけたらなというお話でした、うん、次、3月31日タイムス社会面、文化財報告14件未刊行、那覇市印刷費2300万支払うということで、これは那覇市が実施する埋蔵文化調査で、調査後に刊行する調査報告書の14件が、専門員の原稿執筆の遅れで未発行だったことが分かったと。で、白間市長は30日の会見で、最も古いものは1999年度刊行予定だった、首里城旧金城村跡の報告書で、2013年のまで14年にわたり未刊行が常態化していたと。
で業者への印刷経費は14件で2376万円、いずれも印刷物の納品がないのにもかかわらず預け金や前払いとしてすで、に全額が支払われていたということで、これどうですか。ちゃーっと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 10年分ちゃーっとありがとうございます。これはちゃんとだね。まあ、まさきもね、印刷の仕事してるけど、そんなことやってないでしょ。やってない。これ、印刷すってないの、お金もらってる。もらってないですよ。これ、公表すべきでしょ、どの印刷会社が。業者のね、一社なのか、そう、何社かがじゅんぐりじゅんぐりやってたら、もうどうしようもないでしょ。うん、もう業者同士で、これ、作らんでも金もらえるぜ、みたいな。そういうことだからね。すごい話だけどね。これ、どう、そしてどうするか、那覇市役所も発表しないじゃん。書いてないわけよ。だから、これをまた、じゃあ、誰の負担でやるとね、うん、印刷するのかとか、実際するのかどうかも書いてないからね、うん、業者が悪いのか悪くないのかも書いてないっていう。これするのかいすらんのかやればよかったね、うん、そうだね。かたやこ の, あのここ伝わるかな、この新報の記事の小ささね。ね、8分の1ぐらい、8分の1ぐらいだね。写真もなしで。タイムスさんはトップでやって、なんで新報さんこんなに記事がちっちゃいのかがすごい気になるところですけど、うん、なんかまあ同じとこで印刷したんだろうな。分かんないけど、まあでもこれはすごい、ちょっとすごいよ、追わないといけないと思いますよ。すごいね、那覇市はやっぱ予算ありすぎて、なんかね、むちゃくちゃなのかな。いや、ちょっとこれは本当に、ちゃんということで14年分のちゃんといただきましたんで、はい、ありがとうございますということで、はい、次、警備、はい、警備鉄道を降りたら県庁前だったということで、大正から来た男現る、これは沖縄都市モノレール県庁前駅で1903年生まれの、まあ、明治36年生まれと名乗る身元不明の若い男性が保護されていたことが1日分かったと、うん、で男性は与那原から警備鉄道に乗って那覇駅に向かっていたが、寝ていたら知らない駅に着いていたと話しており、ユイレールは男性が就寝中に時空を超えた可能性があるとみて事情を聞いているということで、これどうですか。でしょうね。でしょうね。嘘でしょうね。ちょっと新しいバージョンで、あ、ことのほかちょっと我々爆笑してますけど。嘘でしょうね。嘘でしょうね。はい、まあ、これはあの新報さんのさっき日にち言わなかったんですけど、うん、4月1日の、うん、エイプリルフールということでやった記事なんですけど、うん、まああんまりネタ的にはね、うん、ピンクで囲んでも嘘丸出してやってるんですけど、まああのもうちょっとね、もうちょっとなんかこうひねってほしかったね。ひねったね。なんかこうさらっとこういうのやらなくても、あ、嘘なんだなって洒落た感じが。新報さんとタイムスさんが合併とか。ああ、そう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 、共同でやるとか。あとはこの上の、広志がさっき言ってたけど、日付をその大正の1888年4月1日とかね、誰も分かるね、そう強調しなくても、あ、うん、これはもうちょっと面白いダジャレシャレだなみたいなのが、うん、まあ、来年に期待ということでお願いしますということで、ラスト、はい、4月6日、琉球新報社会面、青かなヘビ意外といたということで、県環境部はこのほど県内小学生が去年の夏休みに身の回りの固有種や外来種を調査したうちな小学生夏休み生き物一斉調査の結果をまとめたと。で、奄美諸島や県内で生息数が減っていると見られていた固有種の青かなヘビが北谷町や久米島町で多く見つかったと。で、住民安田中など地域によって呼び名が多岐に渡っていることも明らかになったということで、これどうですか。青かなヘビ意外といた、探してみたら意外といた、あいつらは減ってない、茶炭に多い。いいね、いい、覚えやすいね。
意外といたっていうね。どれぐらいとかじゃない、意外といたい、この記者の記事のタイトルがすごいよ。まあまあユーモアありますね。意外といたってさ。さっきのあの何だった、新学期じゃないけど会社入ってきて、お前意外と酒飲むなみたいな。そう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 、ふわっとしたふわっとした感じがね、面白いね。この何だった、うちな小学生夏休み期の一斉調査っていうのが うん、あるんだね。さっきさっきサイトで調べたら8種類、うん、あ8種類の何かこれだ、あ青かなヘビだけじゃなくて、じゃなくて、うん、なんだっけ他の、うん、ダンゴムシとか、うん、あとなんだっけあれ、 ザリガニじゃないけどあんなのとか、なんかカタツムリみたいな、カタツムリみたいのとかいろいろいて、うんうん、まあその中で青カナヘビは登録ナンバー001っていうか一番トップの真ん中にすごい大きく載ってて、うん、なかなか見つからないからね、減って、で星3つだわけ、うん、探しにくい率、あ探しにくい度がね、そう、うん、ちょっと名前忘れたけど変なヤドカリみたいなやつは星2つだわけ、うん、でもこいつ天然記念物だわけ。うん、それより見つからないと言われてた青カナヘビが意外といた、うん、といたっていう。そして茶壇に多いっていう。面白いね。これでも見たことあるの、まあ、小学校の頃は獣味よく捕まえて、あでもまたこれも獣味以外の呼び名があったわけ、あったっていうのも、それは知らなかった。これは多分沖縄だけかな。あそう、沖縄にいるっていう。あでしょ、だけだったか分からんけど、まあ、沖縄だけって書いてたよ。トカゲみたいなもんでしょ、うん、青かな青かな、でも緑でしょではないらしくて、うん、まあ一応カナヘビっていう、あカナヘビは日本語、はいはい、あるんだ、あカナヘビって普通のこのトカゲみたいなやつ、カナヘビって言った、でもこの緑っぽいのは見たことない、なんかこれはやっぱり沖縄だけ、なんかちょっと亜熱帯感あるもんね。カナヘビのカナは愛くるしいの愛から来てるんだって。あなるほどね、かわいい顔してるんだ、ね、かわいいヘビ、ありがとうございます。そうはい、ということで、あの意外といたっていうことで、皆さんもあの身の回りのにあのなんか意外といたっていうのがあったらぜひメッセージください。でも前言ってたけど、あのモンシロチョウ、うん、相当いなくなったってよ。あそうだね、言われたら小学校の時とかめっちゃいたよね。そうそう、チョウチョがいない、そうそう、キャベツ畑が減ったっていうか、なんか畑が減ったのか、チョウチョ全然いないってよ今。確かに言われたらそうだね。じゃあちょっと探してみたら、まあ、また意外といるかもしれないんで、はい、ということで、はい、今日のいい感じのお時間になりましたので、はい、はいはい、今日はここまでということで、一回 CM をお願いします。はい、声入りすぎました。ん、声今回入れに来たね、こっちが戸惑った。あ暑いんじゃない。あすいません、よかったね、今の秋葉原の何部屋ぐらいでいってますか。そうそう、よかったね。わかりました、ありがとうございます。ちゃんと狙い撃ちバッチリ5分残りましたんで。長いな。なんでもう風呂からそのまま、はい、今何部屋ぐらい空いてますでしょうか。はいはいはい、先週はまたちょっとあのちゃんとしないと特大号だったんで、今週また戻りまして、はい、このコーナーでいきたいと思います。まさきのちゃんと狙い撃ち。狙い撃ちといえばね、昨日なんかシューティングバーみたいな、ああ行ったね、面白かったね。まあ俺金払わされたけど、あこれ賭け問題みたいになるからちょっと払わされたとか言わん方がいいですよ。まあ、いや狙い撃ちそれましたけど、今日何人狙い撃ちます。今日4月3日の琉球新報の記事から、うん、本島鉄軌道導入4案、はいはいはい、はい、ありましたね、うんうん、4つのルートを選定、うん、採算性が鍵ということで、うん、まあ、ありまして、はい、なんだっけ、県が試算すると、まあ、5600億円かかるってこと、総事業費すごいね。果たしてそれがいるのかって、1日4万人利用で採算ベースに乗るって、そんなに乗るのか。いや僕はもう
やらないでいいと思う派ですけど、どうですか、ね、でいろいろ調べたり、うん、まあ、勝手なアイデアで考えたんだけど、うんうん、まず一つは、うん、まあ、とりあえずこんないらないと、まあそうね、いらないっていうために他の金額をあの計算したんだけど、うん、民主党の時にやったあの、うん、高速無料を調べて、うんうん、でもあの時無料にしたせいでもうすごいおじいちゃまおばあちゃまとかね、あ、まあ、そういう普段乗らない人が乗ってきてっていうトラブルが、ね、ゆっくりやったり靴が落ちてたりいろんなものが落ちてたさ、靴はよく落ちてたよねあれって毎回聞いながらどういうシチュエーションで落とすのもうドキッとするよねその周りに何か見てはいけないものがあるかもしれんとかさ、でそれで計算し、まあ、無料だとちょっと厄介だから、うん、まあ、半額ぐらい、まあまあまあそうね、で予算をつけたら、うんうん、ちょっと数字また忘れたメモす、一応1年間で20億ぐらいあれば結構いけると、うん、はいはい、半額に対する、まあ、金額がね、うん、で20億の予算をもし組むとするさ、うん、そしたら280年間分だっけ、5000、相当でかいね、確かに600って、うん、280年え、なんで2億だ、あれ ?280×20 って言ったら5600億円になる、そんなもんじゃない、あ、じゃあいいや、うん、だから280年後なんて人いないでしょ、まあ、いないね、もう人口完全に減っとるからねもう寂しい電車のね、駅が逆にあの封鎖されていくみたいなね確かにそうだよねっていうのが一つ、うん、もう僕としてはもう高速の半額を実行する、うん、でもう一つは、うん、モノレールの延伸が、うん、まあ、終わらないことには分からない部分がある、うんうんうん、浦西駅までできたら、ああ、そうそうだね、高速とつながってね、もしかしたらっていうか、もう必ずこれ効果出るかもしれん、うんうんうん、でもう一つはあと西海岸、うん、あの宜野湾とかの西海岸からもう最後海空まで行って空港まで行ける、はいはいはい、あの道路ができたら、うん、また劇的にゴーパチは変わると思う、まあ、そうだろうね、あっち抜ける人はもうみんな近いからね、うん、メイクマン渋滞もなくなる、確かに、だそうしてからでも遅くないと思う、うんうん、それはそう思うよ、まずそこからでもいいよね、あれで効果出るから、うん、し人間も減っていくし、うんうん、その2020年に着工しようとしてるところがもうなん、まあ、もちろんそれでお金が回るって考えてるかもしれんけど、うん、5600億円もいる、うん、使う必要あるのかなっていう、だからこの記事で結構、まあ、Facebook でも同じように上げてて、うん、やっぱり必要ないだろっていう意見がやっぱ多かったしね、うん、本当に果たしてこれが有効なお金の使い方なのかっていうのは、うん、そのどこがいいかってもうやる前提の話じゃなくて、まず本当にやるべきかどうかっていうところもね、うん、そうそうそう、でもう一個だけ追加すると、はいはい、追加してください。どっちかというと僕は古島駅からこの浦西は別になぜあっちなのっていうのはずっと思ってるけど、古島駅から今首里行って首里から浦西まで伸ばすでしょ、 あ、まあ、あの辺においらさんが住んでたとしか俺は思えないんだけど古島駅から逆にもうちょっとまっすぐ行ってほしいわけ、うんうんうん、で磯トンネルのメガネトンネルの前の浦添の球技場あるさ、はいはい、あそこの駅も作ってほしい、本当あれでこう丸くしてつないでもいいんだけど、そうすると渋滞は劇的に減ると思う。で今あるその、浦添市の美術館のところがあるでしょ、うん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 、あっちの駐車場を5階建てぐらいにして、うんうん、もう立体作ってね、うんうんうん、そこをキーにここまで中部の人は来て、はいはい、車止めて、まあっから混むからね結構ね、うん、あそこ、あ、でそうするとどうなるかさ、浦添の野球場もモノレール、うんうん、行けるでしょ、うん、でまた大野山にもモノレールで行けるってい う、うん、こう野球をはしごしたりもできるし、朝巨人戦見て、そうそうそう、ヤクルト見て、ヤクルト見てみたいとか、あ、いいかもしれない、あれつなぐ方がいいな。松本市長聞いてますか。いやいや聞いてないでしょ聞いてるかもしれんよ。そうすると浦添にめちゃくちゃ人がと、浦添ってよく通り抜ける街って言われてるわけ、まあ、そうかもしれんね、確かにね、してホテルもできて、うん、まあ、自然を破壊することになるんだろうけど、立体駐車場にすれば、まあ、その敷地の上だし、まあ、あそこね、そんな景色がどうっていう話でもないからね、うん、あっちをキーにして、それは非常に面白い。もっと言えばこっからまたコンベンまで降りていけば一番いいけどね。そしたらもうコンベンでベイスターズ見て、すごいな、確かそうだね、そう3つはしごできる、そうそう、そういうやっぱスポーツ施設をはしごもできないこの、うん、今のモノレールの作り方っていうのはやっぱり、うん、なんでよっていうのはあるかもしれない。
そしたらもうコンベンションに空港からすぐ行って会議できるね。だからそしたってどんどんできてるから結局鉄道できるぐらいなんかできてない。でもこれいやいや5600億円もかからないと思う。確かにね、まあ、こういうねこのまあ鉄道っていうとこからまたいろんなね実際今何ができるかっていうのもぜひ考えて、うん、ちょっと弱かったかな今日。いやいやいい話だったと思いますよ。とりあえずモノレール延伸と西海岸の道路ができてからでも遅くないと思う、うん、この議論は。そうだね、まあぜひ、まあ、理想はカープールを年内にやってくれれば、うん、カープールはもうすぐできる話だから効果出ますか。予算5000円ぐらいできますからぜひお願いしますということで、はい、はい、この辺で一回 CM お願いします。はい、先輩来週の接待なんですけどいいサプライズ見つけました。三振パッとくると言って30分なんと1万3000円で他三振の人が来てくれます。いいね、今すぐ手配して。三振パッとくる続きはウェブで。はい、じゃあ恒例のいつものやついきます。大人のホテル情報。もう先ほどできたって、もうラジオ中も電話してる声が多分今日入ってたと思いますけど、先ほどの大人のホテル空き状況、まずかくれんぼクラブ。安心してください、6、7部屋空いてます。わー。続いてホテルエンゼ。平日ですしかなり空いてます。わー。ラストウォーターホテル。結構空いてますよ。わー。空いてるね。てかさ、今これやりながら思ったけど、うん、先取りし安心してくださいってやってるネタの人もまたあのちょっと、あ、そうだね、ホテルで人騒ぎやったね。なんか先週は何竹さんだった、なめ竹さんか、はい、なめ竹じゃない大竹さんでしょ。そうだ、まあ、いろいろ騒がしてるんで気をつけてくださいよ。まあもうホテル空いてますけど、新年度、うん、私こうクラス替えとかさ、新たな出会いとかでこう彼女とかやっぱ春はいいよね。そうだね、まあ出会いの季節、別れもあるけど出会いもある。そんな席替えとかやる時期に別の新聞記事にも載ってたけども、北谷町だった、うん、小学生男女混合名簿。ああ、そうね。片や女性専用ランドリー、コインランドリー、どっちなんだよ。まあちょっともう最後時間ないんで、あ、すいません、はい、最後も曲で。ああ、曲で今日ちょっとさっきのつながりにもあって、あ、曲いきますんで、はい、皆さんぜひ聴いてください。何かな、はい、岡山雅樹でガラガラヘビがやってくる。カママングス赤バタ青ヘビ青でしょ。もうすごい43人まで行ってるし。ガラガラヘビでやってくる、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 ガラ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 ヘビがやってくる。優しい言葉で近づいて気づかないそのうちに誰でもかばんか。まだ流れてるってことでしょ。あ、大丈夫、こっちに。ありがとうございます。すごい、45人マックスが、うん、後半一気にすごい減っていく。ありがとうございます。これ何なん、序盤入ってなかった、これだけ入ってなかった。いや、なんか違うよね、マイク入って、私マイクのスイッチが誰かいじってたみたいで。あ、また、はい、ほら、あ、じゃあマイク入ってなかった、それも見てたから、はい、マイクのスイッチここでだから見てないけど、入ってないなと思ったら基本的に多分マイクのスイッチ、あ、ここの話、あ、じゃあ俺がチェックします、はい、俺必ずここチェックしれて、あ、じゃあ俺ど冒頭一人喋ってたってこと、はい、うん、ちょっと俺すぐ分かったもん、耳が入ってないから。俺も入ってないと思ったけどね、こっちついてるから。ああ、なるほど。大体入ってないなっていう時、一番最初に疑うのはこっちなので、はい、了解しました。じゃあまた誰か気を探して気をつけます。